やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、スマバットの M4 の新色バージョン。スマバット M4 はすでにこのチャンネルで紹介したことがあるんだけど、多分忘れてる人も多いから、再度おさらいしてみよう。まず、スマバットという会社、この会社、我が道を突っ走る、超尖った会社で、最近のトレンドは、ドライバー交換。え、ノズル交換とかじゃないの？うん、ドライバー交換。最初は、ハンダ付けで好きなイヤホンドライバーと組み合わせてね、という、組み立てキットみたいなイヤホンを発売してて、結構敷居が高かったんだけど、気づけば、モジュール式で交換可能に、そして、今や、ネジ穴をくるくる回すだけで交換できる独自規格ユニットを生み出してしまった。スマバットは、グローバル市場では、低音域側に迫力のある、開放型イヤホンで定評のあるブランドなんだけど、なんとその歴代フラグシップのドライバーを、そのままモジュール化して販売。しかも、お値段は、どれも6000円以下と、安価に高性能なモジュールユニットを入手できる状態になっている。M4 は、茶色のバージョンが最初に発売されて、付属ドライバーとの組み合わせもあって、低音がしっかり聞こえて、高音も眠たくない。現代的なサウンドを持つインナーイヤーが欲しい人にとって、非常に優秀な選択肢となっていたんだ。ぶっちゃけ、モジュール構造抜きにして普通におすすめなんだよな。最近では価格も落ち着いてきているので、余計におすすめ度が高い。そんなスマバット M4 なんだけど、せっかくだから、このモジュール式をもっと多くの人に試してほしい、ということで、パッケージ内容を見直した、新色バージョンが登場した。それが、今回もう一回紹介する、モスカラー版の M4 だ。このカラーリング、スマバットが有名になった、最初のイヤホン、ST10 と同じ質感となっていて、落ち着いた色合いで、扱いやすい雰囲気になっている。ドライバーモジュールだけでなく、ケーブルも交換可能で、イヤホン側の端子は MMCX、ケーブルは、パッケージの内容見直しの影響を受けてか、先に発売されているブラウンカラーの M4 よりも安価っぽいものが使用されているぞ。M4 のコアになるモジュールユニットは、従来型の M4 と同じで、すでに発売されている、M4 用のドライバーユニットと互換性がある。さらに、従来型のブラウンカラーの M4 と異なる点は、付属するドライバーユニットが変更になったことだ。今回は、従来型とは異なるタイプのインナーイヤードライバーモジュールに加え、さらに密閉型ドライバーモジュールがついてくる、このパッケージだけで、ドライバー交換をして遊べるってわけ。インナーイヤー状態では、ケーブルは耳にかけたりそのまま垂らしたり、自由自在、密閉型にすると、垂らすのを前提にした装着旧ポジションになる、インナーイヤーモジュールも新型になっていて、この3つのイヤホン、同じ M4 でありながら、ドライバーモジュールが全て異なるので、全く違う音が出るようになってるんだ。なんでわざわざ、もっかいスマバット M4 のレビューを書いてるか、わかっていただけたかな？今回のスマバット M4、ぶっちゃけ、ドライバーが全く違うので、名前は同じだけで別物のイヤホンなんだ。なので、前回の M4 を買ってしまっている人でも、全く違うモジュールがついてくるので、安心してもう一回買っても問題なしだ。それぞれのドライバーモジュールの内容を見ていこうか。インナーイヤーモジュールは、前回のものに比べて、結構柔らかめの音、より優しく、様々な用途に使いやすい一台になってる。ナイス HCKAD2S なんかの方が、中低音域はちょっと深めで、高音側もメリハリがあるな。なので、すごく優しい音。従来のスマバット M4 と比べて、今までのスマバットの低価格モデルに近い感じの音だった。それから、密閉型モジュール。こちらは 10mm クラスのダイナミックドライバー機っぽいサウンド。若干中低音域の音が重めで、中高音域はアルミハウジングらしいキレの良さ。実は、今回のモジュールの目玉はこいつなんじゃないかと思う。M4 にはすでにカナル型モジュールが用意されているんだけど、今回紹介するこのモジュールは、従来型より大型のドライバーが採用されてるようだ。それから、このイヤホン特有の事情として、基本的には開放型前提で作られた背面側の設計に密閉型を組み合わせているからか、特に、低音を増強する管のような構造がこのドライバーに面白い影響を与えている。低音は低く、広がりがあり、残響も多めな印象。なのに、中高音域は結構近くて、かつはっきりとピントが合ってる。それでいて、高音域は鋭くない、という、独特な空間と響き方を提供するぞ。具体的に言うと、フォーカスが不思議な感じになった、スマバットブラックバットシリーズのような音。低音域は特に印象的で、この響き方はちょっと新しいな。中低音からサブベースの量感に独特な震えのような印象があり、それでいて残響型の部分に干渉しない、面白い響き方のイヤホンだ。M4 の新しいモジュールとしても、面白いものになっていると思う。
と、いうわけで、ニツの新規モジュールは、どちらも個性的だ。ただ、キレや解像感を重視する、感触好きの人には、オプションのカーボン系モジュールなんかを選択した方が幸せになれるかもしれない。それから、今回付属した、カナル型モジュールのカバー部分を取り除くと、特殊タイプのイヤーピース。というか、全体カバー 20mm くらいのドライバーが収まったユニットが覆われている形だった。バックロードホーン構造のおかげで聞こえる独特な響き方、だと勝手に思ってたんだけど、ノズル部分が全てカナル型だからこそ生じる共鳴感なのかもしれない。ノズル部分がある程度簡単に変形させられるせいか、装着感はかなり良いんだけど、イヤーピース部分のサイズが合わない場合、交換はできないので注意しよう。このちょっと特殊な構造が、特殊な響きや空間を生み出しているのかも。触れば触るほど面白いイヤホンだな。というわけで、今回は、新しいドライバーモジュールがセットになって、最初からモジュール交換遊びができる、新しい色とパッケージのスマバット M4 モスカラーを紹介した。色合いが落ち着いているので、M4 の買い足しとしても優秀だし、この変なイヤホンに挑戦するのにも、良心的な価格になっていて触りやすい。インナーイヤー型としての完成度を求めるなら、茶色の従来パッケージは普通のイヤホンとしておすすめ。変なイヤホン度数は明らかにこちらのモスカラーの方が跳ね上がっているので、ぜひ上級者にチャレンジしてみてほしい。モジュール込みで遊んでもよし、初期モジュールのなんか変な感じに没頭してもよしだ。といったところで今回はここまで。変なイヤホンはいつでも面白い。